マキコジンベイスターズ、最後にアカンスよしてアホチン負け。4安打じゃ勝てるわけねえな。3安打て勝てんよ。まあは間口が悪いよ。5回投げれないと軽んないやわ。まあ明日頑張りましょう。なんな地味に早かったな。なんで初回3点取って負けてるんです。今日はこういう日や。先発が終わってて勝てるチームなんてない。うちは勝たなきゃ勝てないチームやで。石田平と中継ぎ使い込む先発が2人もいるから、せめてあと1人はイニング食えてほしい。金返せグランドへ。あれ取られたらって。てかなんちゅうところストライク取ってるねん。かつ後方先発が7回1失点で抑えます。打線の援護を待ちます。中継ぎを祈りします。低めがいいところによるんよな。役の中継ぎは弱い。ダユソ、ヤンケ、プニキのキャリア最高打点73打点。これちょっと意外だよな。思ったより少ない。今日はいい当たり何個も取られてるから打線の下振れはしてると思うわ。まあ今日はしゃあない。明日勝って勝ち越しや。中継ぎ使ってこれはきついですよ。なんで初回3点取って負けてるんです。中継ぎ終わってるから優勝はないと思うけど、 A クラスは全然いけるで。これで3位以下のカップと2ゲーム差は変わらん。抑えが同点で打たれすぎ。ご視聴ありがとうございました。